皆さんこんにちは。2000年代にグラビアアイドルとして活躍をした松金陽子さん、ある不祥事を境に事実上の引退となってしまいましたが、今回はそんな松金陽子さんをご紹介したいと思います。松金陽子さんのプロフィール。名前松金陽子、旧芸名松金陽子、出身地茨城県鹿嶋市、血液型 B 型、3サイズ95、58、88センチ。松金陽子さんの経歴。2001年に芸能界デビューを果たした松金さん。当時グラビアアイドル史上最大と言われた H カップで人気を博します。デビュー以降は毎年数本以上の DVD をリリースし、精力的に活動をしていましたが、2005年4月から芸能活動を休止。2006年10月に活動を再開してからは、グラビアアイドルとしてだけでなく、バラエティ番組にも進出し、バラドルとしても活動していました。その後、2008年には、デビュー当時の松金陽子という名前から、ひらがなにして松金陽子という名前に改名。改名の理由は、姓名判断をしたところ、名前はひらがなにした方が運勢がいいとアドバイスされたからということでした。不祥事で事実上の引退へ。2012年12月に大きな話題となったペニーオークション騒動。これに松金さんが関わっていました。このペニオク騒動とは、簡単に言うとオークションの手数料詐欺です。ペニーオークションサイトワールドオークションでは、テレビなどの高額商品が0円からスタートして超安価で落札できることを謳っていました。ペニーオークションでは1回の入札で手数料が75円かかる仕組みでしたが、このペニーオークションでは利用者が1回入札すると自動的に架空会員名義のボットが入札して、1000万円を超えるまでは利用者が落札できない仕組みを作っていました。要するに、利用者は入札しても決して落札することはできず、入札したらそれだけの手数料を支払わなければならないということです。2012年12月に公になったこの騒動は、ペニーオークションを運営する会社役員と社員の計4名が逮捕される事態となりました。では、松金さんはどこに関わっていたかというと、自身のブログで当時人気のあった多人鍋をペニーオークションで格安で落札購入したと、ペニーオークションのステマをしていたのです。ちなみに他にもこのステマをしていた当時売れっ子だったタレントが7人発覚しており、芸能界を震撼させる話題として連日取り上げられました。このペニオク詐欺が問題になり、ステマをしていたことが判明した松金さんは芸能活動を休止することとなり、結局は事実上の引退となっています。他のタレントは自粛後に活動を再開しているものの、なぜ松金さんだけが芸能界引退ということになったのでしょうか。結論から言いますと、それは松金さんがこのペニオク詐欺におけるステマ騒動の大元だったからです。実はペニオク詐欺が明らかになってすぐの頃は、松金さんはそれほど注目はされていませんでした。そんな松金さんがクローズアップされるようになったのは、星野亜紀さんがきっかけでした。星野亜紀さんも自身のブログでペニーオークションのステマをしていた一人で、このペニオク詐欺が刑事事件になると、星野さんは警察で事情聴取を受けることになりました。その取り調べで、松金陽子さんから30万円あげるから指示する内容をブログに書いてほしいと言われたと星野さんが供述したため、一気に松金さんに注目が集まりました。松金さんから頼まれてアルバイト的な感覚でステマをしていたと話したそうです。また星野さんだけでなく、同じようにステマをしていた熊田陽子さんも松金さんから頼まれていたと証言したことで、一気に松金さんの立場は悪くなりました。このように松金さんはステマを斡旋していたために、他のタレントよりも悪質とみなされ、当時の所属事務所だった有限会社シュラインバレーは謝罪文を出し、さらに松金さんとの契約解除を発表しました。そんな松金さんは
ペニオク詐欺のステマ話を芸能界の人からではなく一般人から持ちかけられたと話しています。松金さんはそういう詐欺をしている人、いわゆる悪い勢力と関係があったと噂されています。当時の松金さんはブログで、売れていたとはいえグラビアアイドルの収入では考えられない海外旅行での豪遊の様子を掲載しており、バックには資金援助をしている人がついているとも言われていました。芸能界を実質引退した後は海外を中心に活動をしており、ハウス DJ として香港の芸能事務所に所属し、クラブイベントなどに出演していました。2017年頃までは Facebook や Instagram などの SNS で近況を載せていましたが、2020年時点で全て閉鎖されており、もしかすると結婚をして芸能活動からは完全に引退したのかもしれませんね。